皆さんおはようございます、鉄道です。ちょっとですね、昨日バタバタしてて FF7 リメイク あのファイナルトレーラーインターグレード あの最新のトレーラーが来てるのが全然気づかなくてですね、ちょっと急いで確認しながら考察してみようと思いましたので、ちょっと即興でですね動画を作っています。あのざっくり調べた感じでも、そのユフィの新しい描写だったりだとか、あとはFF7 リメイクの続編の話もどうやら生放送で、まあ、どんな感じで作ってるのか、どんな状況なのかっていうのをですね、それを話していたみたいなので、それらの情報をまとめながら、今回のインターグレードはどんな感じになるのか、さらに続編はこんな感じになるのっていうのを、しっかりと考察していきたいと思いますので、まずは今回ちょっと皆さんと一緒に、まだファイナルトレーラー、最新のトレーラーを見ていない方もいらっしゃると思うので、見てから来ていただいてもいいですし、この後一緒に流して僕の反応とともに一緒に見ながら、ほんほんほんこんな感じなのねみたいな、そういったものをちょっと一緒に見れたらなと思いますので、ちょっとそれぜひ見てみましょう。では行きます。あー出てきましたね、ソノンとユフィ。やっぱかっこいいっすよね今回のユフィ。悪い知らせなんだけど。一応聞こう。7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？ねえこれ食べて。ウータイ名物だ。絶対センズじゃないですかこれ、あのドラゴンボールに出てくる食ったら全回復するやつ。だからコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？コンドルフォートっていうミニゲーム。あ、これめちゃくちゃこのミニゲームなんか作り込まれてるっぽいので、これが出るってことはもしかしたらそのゴールドソーサーとかも。あ、次行っちゃった。お疲れ。ウータイの忍びさん。あの女は兵器開発部の使い。この女の子めちゃくちゃユーフィーに似てるんですよね。これはね、私のアイデア満載の最新型バトルは趣味悪いな。マドアーマーみたいなノリですけど、まあ、ティナとかとは全然違いますね。でもあれデザイン意外といいかもしれない。ちょっとメカ好き歓喜かもしれないですね。で今回やっぱ結構連携技が肝みたいなので、それをどう楽しむかっていうのもあるかもしれないですね。そしてここで現れるラムじいちゃんですね。めっちゃかっこええやんラム。なんか強すぎない？大丈夫？そして現れるネロ。僕の邪魔をする変態ブラコンですねこいつは。ダージョブケロベロスに出てくるあの敵キャラなんですけど、あの設定としてはめちゃくちゃ強いんですよ。さあ楽しみましょうか。この闇の力って確か生物、人間に対してとか生物に対して結構無敵っぽい力あったはずなんですけど、ヴィンセントには効かないんですよね。ただ戦えるのか。まあでも戦ってるんでなんとかなるんでしょうね。どうかしてるよ。このラスト結構あれですよね、あの天場で陽気なユフィがすげえシリアスになるほどのことが起きるって考えると、このインターグレードの終わりからその直後から続編が始まるみたいなんですよね。なのでもしかしたらその続編に入るまでのこのハサミ、その中間であるこのインターグレードのラストになんかちょっとすごい伏線とかがもしかしたら残されてるんじゃないかって考えると、これ結構楽しみですね。はい、ということでここからはちょっとそのポイント、今のインターグレードの、トレーラーを見ながらどこに注目すべきかっていうポイントをいくつかまとめてみたので、それをこれから話していこうと思います。注目すべきポイントは3つあると思ってて、1つ目が原作とは異なるポイント、2つ目がミニゲームの可能性、3つ目がリメイク続編の新情報です。まあ、本来 FF7 リメイクはもはやもう原作とは違う流れを組んでいる可能性が非常に高いので、結構まあ異なるポイントっていうのはたくさんあると思うんですけど、ここで注目していただきたいのは、ダージョブケロベロスっていうスピンオフ作品があの FF7 にはあるんですけど、その要素がめちゃくちゃ盛り込まれてきてるんじゃないのっていうお話が一つあります。
このダージョブケロベロスという作品は FF7 の物語が終わった3年後の話を描いたヴィンセントが主人公の物語なんですけど、ここの話で出てくるキャラクター、あとは敵、まあユフィもここで結構活躍するんですけど、そこで出てくる敵キャラ、今回で言うと途中で出てきたこのバイスっていうキャラと、もう一つ途中でも話しましたネロっていうキャラクターが出てくるんですよね。で本来、原作の3年後に出てくるキャラなので、ここでは、まあ普通の原作の流れを組むと出てくるはずがないんですよね。で、前の情報だと、バイス バイスが、トレーニングモードの、まあ、ボーナスみたいな、おまけキャラとして出ますよっていうのがあったので、まあまあ、ファンサービスとしての、まあ、おまけキャラとして出るのかなと思ったんですが、今回その弟であるネロっていうキャラ、この漆黒の闇、ネロですね。もう中二病の塊みたいな名前とその雰囲気なんですけど、こいつが普通多分この感じだと物語にガッツし関わってくるっぽいんですよね。そうなると3年後に出てくるキャラがもうミッドガル、これミッドガル編か、ミッドガルのお話の中で出てきちゃってるので、もうその3年後の話をもう前倒しして今度リメイクの中に織り交ぜてくるよっていう話であれば、もうかなり別物になってくる可能性めちゃくちゃ高いんですよね。なぜ別物になるかというと、このダージョブ・ケロベロスという作品結構重要で、3年後のお話なんですけど、FF7 の原作では星を救いましたっていう話になるんですけど、3年後にやっぱり星ってこの後すぐ滅亡しちゃうかもしれないですっていう話になるんですよ。そんな感じになっちゃうのっていう話なんですけど、それをヴィンセントとかユフィが、また星を救いますよっていう話で、まあ、終わるんですね。ということは、本来原作であれば星を救って終わりっていう形なんですが、セフィロスが落とすメテオの他に星が滅亡する、可能性があるんだよっていうことすら、その設定すらですよ、前倒しするとなればかなり物語の話としては変わってくるんですよね。でこれを織り込むと、例えばセフィロスはいいセフィロス、悪いセフィロスがいるとか、その他の考察とか、まあこの辺ちょっともろもろまた別でしっかりやろうと思うんですけど、その辺の今まで FF7 リメイクの中で謎だった要素が、この3年後の話も踏まえて考えると実はその線がつながってくるよっていうことも結構あるかもしれないです。でそれを織り込み済みの中でどういう作品に続編からなっていくのかっていうのもすごく面白い考察ポイントになるので、これは今後僕の方でもいろいろと話していきたいなと思います。そして2つ目はミニゲームの可能性ですね。これ何のことかっていう話なんですけど、さっきトレーラーの中でもこのミニゲームの描写があったじゃないですか。これ、まあ、やってないので正直何とも言えないんですけど、パッと見すごいなんか作り込まれてる感じしますよね。でこのミニゲームの可能性が、何を示唆するかというと、もうそれはもうみんな大好きゴールドソーサーがめちゃくちゃ面白くなるんじゃないかっていう話なんですよね。これ原作をやってない方だとあまりわかんないんですけど、続編にゴールドソーサーっていう遊園地みたいなところがあるんですよ。そこにあるミニゲームって初期のプレイステーションでやってたレベルでもすっごい面白いものがいっぱいあるんですよね。でその中でもチョコボレースとか、スノーボードゲームとかがあるんですけど、正直ストーリーそっち抜けでずっとそれやってるみたいな人も多分多かったと思います。僕もスノボのタイムアタックとかめちゃくちゃやりまくったので、これねすげえ面白いんですよ。このスノボゲームだけでも一つの作品として出してもいいんじゃないかなって当時からずっと思ってたぐらい完成度が高いミニゲームがあったんですよね。ただやっぱりその3部作っていうのもありますし、今回のグラフィックとか、まあ、開発に5年ぐらいかかったっていうと考えると、そのミニゲームってもしかしたら、まあ、なくなっちゃうとかちょっと簡略化されちゃうんじゃないかっていう心配も少しあったんですけど、今回のこの描写のミニゲームを見ると結構頑張って作ってますよっていうのがあるので、これをやるんだったらゴールドソーサーのミニゲームも絶対ガッツし作り込んでくると思うんですよね。そうなると次の続編でそのゴールドソーサーまで行くのかどうかっていうのは分からないんですけど、皆さんがすごく楽しんだチョコボレースとかスノーボードゲームとか、あとその他にもいっぱいあるんですよミニゲームが。これがこれだけやってもめちゃくちゃ面白いよねっていうだけのクオリティは、これはもう心配しなくていいんじゃないかなっていうふうに思いました。その可能性をこのミニゲームのこの一つの描写で感じたので、ここはね信じて待っていいんじゃないかなと思いましたので、まあ、ぜひ出たらねみんなと一緒にスノボゲームで盛り上がりたいなと思います。
そして3つ目、リメイクの新情報についてです。これは、このトレーラーが発表する前にファイナルファンタジー7 The First Soldier、 これスマホのバトルワのゲームなんですけど、これの公式生放送で開発の FF7 の開発の中心となっている野村さんがこの続編はどうなってるのかっていうのをこれ話してたので、そこをちょっとピックアップしてみたいなと思います。その中でそのインタビューに答えるみたいな、実際 FF7 の続編ってどうなってるんですかっていう話を質問されて、それについて回答してる部分があるんですけど、続編ではクラウドが大草原を走っているっていう話があるんですよね。ミッドガル編が終わったので、そこから実際外の世界へ続編は出る形になるんですけど、それがオープンワールドみたいな形なのか、そのフィールドの中に間違ってその中に入ってまたミッドガルみたいな、マップ形式になるのかっていうのはちょっとそこまでは言及はなかったんですけど、ただその大草原を走っているということは結構そのフリーにクラウドを動かして、で実際にどこに行くか、どういうクエストをこなすか、どういうイベントをやるかっていうのを多分選択肢が結構出てくるような、ちょっと壮大なスケールの形で作ってるようだったので、これも前作と雰囲気が違う感じで楽しめそうかなっていう話もしてたので、これは続編で新しい楽しみが、僕らにとって新しい楽しみが得られるような作り込みをされてるんじゃないかなっていうところはありました。あと開発状況に応じて開発状況に関しても、それは順調に進んでいるということだったので、いつ発表があるかというのはまだわからないんですけども、ここに関してはそんなに待たなくてももしかしたらいいのかもしれないです。言ってもね、1、2年ぐらいはかかっちゃうかもしれないんですけども、前みたいに5年とか6年とか、そこまでかかるようなものにはならないような感じはしますね。でこの続編自体がこのファイナルファンタジー7リメイクのこのインターグレード、今回6月10日に発売するこのインターグレードの終わり、その終わりの直後からスタートする物語になるということなので、つまりこのインターグレードの最後は完全に続編の続きとなる、そのつなぎの役割を果たすってことですね。でさっきのトレーラーでユフィがちょっとすごくシリアスな場面ってあったじゃないですか。普段の陽気でね、おちゃらけたりとかお茶目なユフィがなんかすげえシリアスな場面、なんかすげえってなんかね、ごめんなさい語彙力ないんですけど、本来あんまりこういう描写って原作でもそこまでなかったので、もしかするとこのインターグレードの最後に衝撃的なラスト、衝撃的な何かがある、さらにその伏線自体がその続編で回収された時に、あ、このことかとか、こんなことが起きるのかっていう楽しみもこのインターグレードの中で想像できるだけの考察ポイントってもしかしたらあるかもしれないので、ここは非常に楽しみなポイントではありますね。といった形で、たかがダウンロードコンテンツと思うかもしれませんが、続編につながる重要な部分もこのインターグレードにかなり含まれている可能性って非常に高いですから、PS5 っていうところがね、みんな気になってどうしようかなっていうのはあるとは思うんですけども、ここはね、僕はもう腹決めて、もうメルカリでも何でもいいから高くても買おうと思って、この後ね実際にちょっとスマホでね、ちょっとポチッとしてみます。6万ぐらいするかな。でもしょうがないですよね、それは。だって買えないから、ヨドバシとかのカードとかつくのめんどくさいし、もうこれもしょうがないので、そこは僕がちょっと先陣切ってちょっと買ってみます。でその他にも、実際にインターグレードを、できる人でできない人も、僕もちょっと実況とかにチャレンジしてみたいなと思うので、それは発売された時は、ちょっとまだやるかどうか分かんないんですけど、いろいろ実験しながらちょっとできるようだったらやってみたいと思うので、もし気になる方がいたらいらしてくれると嬉しいです。で他にもインターグレードを100倍楽しむためにはこういう情報あったら楽しいよということで、ユフィの解説などをしている動画もこれありますから、もし興味があればこちらの方も見ていただけると嬉しいです。今回はね、いつも台本書いてがっちり台本書いて喋るようなスタイルで僕やってるんですけど、急ぎということで、今回初のフリートーク、生放送以外だったら初かな、初のフリートークでアーカイブに残す動画を作ってみましたので、ちょっと聞きづらい部分とか普段の話とはちょっと話し方とは違う部分もしかしたらあるとは思うんですが、今後もね、たまにはこういう動画も出していくかもしれないのでよろしければお付き合いいただければと思います。本日はこれまで、またお会いしましょう。では。